はい、片山です。今日はねちょっと暖かいんで片山家のちょっとバルコニーから、動画をお届けしたいと思います。で、片山家のバルコニーこうやってね、ラグマット敷いてるんで、めちゃめちゃ気持ちいいというかね、若干でも離れちゃうとちょっと片山の今日のこのスタイル的にちょっと心理教みたいな感じになっちゃうんですけど、信者ではないんで、そこら辺はね勘違いしないでもらって、もしね、片山家にちょっと遊びに来たいという人がいれば、ぜひこちらを押して、もう青くしてくださいね。こちらを押して、インスタかなんかで DM くれれば、全然遊びに来ていいです。ちなみに、女性限定です。はい。そんなことは置いといてね、ちょっとウパちゃんとお届けしたいと思うんですけど、今日は、こちらですね、この動画。タトゥーをこれから入れようか悩んでる人へっていう、こちらの動画ね、もう大人気動画。片山の中での最高の動画。見てない人は見てください。はい、この動画にちょっとね質問がめちゃめちゃ多い質問があって、一番多いのがタトゥーをどういう風に選んだらいいか分かんない、どこで調べればいいか分かんないっていう質問が、これコメントでもたくさん答えてるんですけど、やっぱまだ絶えないので、今日はちょっとタトゥーをタトゥーの選び方っていうのをもうちょい詳しく、説明していこうと思います。3個に分けて説明します。で、まず1つ目がタトゥーのジャンルをまず、知ること、これは自分が好きな絵柄を選ぶってことなので非常に重要なことになります。で、2つ目がタトゥーの検索の仕方っていうのをちょっと詳しく解説します。で、最後にタトゥーのスタジオの選び方で、この3つを今日解説していくんで、これからまだね、タトゥー入れたいんだけどどういうふうに選んだらいいか分かんないって人は、最後まで見ていただければ、なるべく今よりは多分選べるように、選びやすく分かりやすくなると思うので、ぜひ最後まで見てください。まずはタトゥーのジャンルなんですけれども、これを知らないと非常に失敗する危険性が非常に高くなります。で、なぜならば彫り師によってタトゥーの得意なジャンル、得意でないジャンルっていうのは必ずあります。自分が得意としてるジャンルとあんまり得意じゃないなっていうジャンルがあるので、むやみにね、自分の家から近いからつってそこ行ったりすると、自分の入れたいこう絵柄のジャンルっていうのが得意じゃなくて、自分の満足がいく形にならないケースっていうのもあるんで、そこはきっちり調べておいた方がいいです。これ分かりやすく言うと、ジャンルを知らない状態でタトゥースタジオに行くってことは、ラーメン屋に例えば行った時に焼肉定食くださいって言ってるようなと同じぐらいバカげてるっていうか、本当にそんぐらいアホなことなんで、ぜひジャンルっていうのは知っといた方がいいです。はい、じゃあ一緒にちょっと見ていきましょう。で、まずですね、調べ方なんですけれども、これで見て分かる通り Google でねタトゥージャンルっていう風に調べます。で、そうすると、一番上のこれが僕見た中で分かりやすかったんで、こちらですね、一番上のこのタトゥー刺繍入れ墨の種類全26種っていう、こちらをね、見ていきます。はい、そうするとタトゥーの全種類の参考デザインまとめっていうこちらのサイトですね、出てくるんで、こんな感じでね下行くと、タトゥーの種類でめちゃめちゃこう、20何種類ですか、こう26種類のタトゥーが出てきます。和彫り、オールスクール、ニュースクール、ブラックアンドグレイ、トライバル、ドット、ジオメトリックみたいな感じで、たくさん出てきます。で、こういうのをねこう見ていくと、で、和彫りっていうのはこういうのだったな。で、これはこのサイトはいいところはめちゃめちゃ下に説明が丁寧に書いてあります。和彫りの説明で、オールドスクールっていうのはこういうのなんだよってっていう説明が書いてあります。で、この中から自分の好きなのを選ぶと、このサイトすごいいいですよ。なんでぜひこういう柄にしたいっていう時はここのサイトを参考にして、こういうジャンル入れたいなと思ったら、それをね、今度は調べていくっていうフェーズに入っていきます。次はですね、絵柄選びですね。ジャンルが決まったと、もうこういうジャンルを入れたいっていうのが決まったら、次は絵柄を選んできます。で、まずですね、こちらのインスタグラム、開いてください。で、検索でですね、ポール片山っていう風に、入れてください。そうするとですね、こちらの画面が出てきますので、そしたら早急に、フォローをしてみてください。はい、で、フォローが終わったらですね、左下の虫眼鏡ボタンを押します。
そうすると検索の画面出てくるので検索ですね。こちら今回はこのオールドスクールタトゥーっていうのを検索します。で、はい、検索しましたと。そしたらバーって出てきます。こうやってものすごい数出てきます。だこういうのあるんだとか、つってこういうデザインあるんだっていうのをこんな感じで見ていきます。なんかいいのないかなっていう感じで絵柄の参考にしていきます。まあ、あくまでもね、でもあんまり片山は被るのとかあんまり良くないと思うんで、まあ、ここからさらになんかスパイスをこう加えたりとかするのが、まあ、自分のオリジナルになるんで、そういう調べ方がいいかなっていうふうに思います。でバーって本当にたくさんありますよね。まあ、インスタ本当にすごいです。無限にこう出てくるんでバーって調べると、はい、そんな感じ、ちょっと脱線しましたけど、まあこんな感じで調べてきます。じゃあ次はですね、こちらのポート、レイタトゥーとこう調べていくと、でそうするとこのポートレートですね、はい、こういうのが出てくると。でこんな感じでタトゥーを、調べていきます。自分の絵柄ですねを選んでいきます。最後はですね、スタジオの選び方です。でこれなんですけれども、結論から言うと探すしかないです。もうこれ以外多分ないんじゃないかなって、めちゃめちゃ探すしかない。で探し方なんですけど、例えば Google で東京渋谷タトゥースタジオとか調べて、その後にそのホームページに飛んでアーティスト調べて、でインスタに飛んでその人の作品を見るっていうのが一番まあいい流れなのかなっていうふうに思います。であともう一つの考え方なんですけれども、場所を選ばない、まあ、例えば日本じゃなくて別に海外でもいいわけですよ。入れるのは別に日本だけに絞らずに、海外でこの人に絶対入れてもらいたいって人がいたらぜひ行くことをお勧めします。で片山もね、夏にポーランド行くんですけど、タトゥー入れに。だからそんな感じで、一生入るものなんで、やっぱね、自分が気に入った人に入れてもらうのが一番いいと思うんで、なんでぜひそういう考え方、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、本当にね、こういうちっちゃいワンポイントとかなら別にいいんですけど、まあ、あまりにも大きい作品だったりとかは本当に上手い人っていうか、片山はそういう人に入れていただきたいんで、まあ、そういう選択肢もありかなと。でちなみに海外っていうのは日本のね、タトゥーの相場が、例えばじゃあこれぐらい、ハガキサイズで3万円ぐらいだよだとしたら、だいたい半額ぐらいです。1万5000円ぐらいで入れれます。まあ海外の方が全然安いです。なぜならばお客さんが多いんで、うん、日本はお客さんが少ないから、その分ね、単価を上げて、お金を取って、そういう風にしないと生活できないんで、なんでタトゥーも安いですし、まあその半分の分をね、旅費に当てたりとか、まあ旅行ついでに入れたりとか、そういう考え方もいいんじゃないかなっていうふうに片山は思います。なので本当に妥協せずに、一番最初に入れるときは入れた方がいいと思うので、おすすめします、そういう選び方を。でですね、まあ、こんな感じで今日ちょっと終わろうと思うんですけど、ぜひね、インスタフォロー、あとチャンネル登録ですね、していただければいいかと。でインスタでは僕、メッセージたまにいただくんですけど、何の質問でも全然してもいいんで、自分にコメントとかも YouTube に書いてもらってもいいんですけど、まあ、インスタで別にやり取りすることもできるんで、ぜひね、女性の方、DM お待ちしてます。はい、まあそんな感じでね、今日はちょっとここら辺で終わりたいと思います。片山でした。じゃあね。